はい、糸島の旬を伝えるババチャンネルです。今日は、糸島の二条岳がある、二条福井に参りました。この間、みかんの食べ比べしたんですけど、まだまだ勉強不足でまだまだいろんなこと知りたくて、みかん農家のレジェンドの石井さん の, あのご自宅にアポイント取れましたんで、あの参りました。今から聞きに行きたいと思います。行きましょう。で、この景色も見てほしいけどね、これ伝わるかどうかわかんないけど、あの糸島海綺麗なんです。すっごい綺麗。この二条岳から見える海、真っ青してるね。で、奥にも姫島が見えます。最高ですね、やっぱ糸島ね。最高に綺麗行きましょう。はい、じゃ あ, あの石井さんのとこに着きました。あのみかん農家の石井さんです。よろしくお願いします。ちょっといろいろ、昨日先週ですね、あのいろんなみかんをあの購入させていただいて食べ比べしたんですけど、私もあの糸島の泊まり出身で、みかんは昔から食べ慣れてたんですけど、20種類ぐらいこの時期にあるってことにですね、改めて気づいたんですよ。いや、すごいなと思って。しかもその生産地とか追っていくと、この二条、福井、そしてあとケアですか ね, はい、この2つの地区がすごく多いような気がするんですけど、石井さん何年ぐらいもされてるんですか？私はもう子供の頃からみかんの木があるからですね。50年ですね。50年みかん作って50年、で、もうその頃からみかんってたくさんいろんな品種があったんですか？その頃は意外と少なかったですね。温州みかんと甘夏発作ぐらいが50年前ぐらい で、特にこの地区っていうのは、二条福井は何が多いんですか？バンカー一番多いのは、もともと甘夏が一時はですね、5000トンぐらいだったことがあります。5000トン、すごい量ですよね。ただ今はもう糸島全体で甘夏が300トンぐらいしかないですね。あ、そんなに減ったんですか？なんでですか、それ？いろんな品種が出てきてですね。はいはいはい。それで生産量自体はまあそれほど落ちてないんですけど、はい、甘夏の量は減ってきた、ね。品種更新って言って、あ、なるほど。変えていくからですね。はいはいはい。一品種でたくさん作るというのを今はもう今年まであまりしなくなってます。多品種で常に。直売所ができたりですね、再生とか福祉とかですね、はい、それによっていろんな品種を持ってた方が有利になってくるっていう経緯がある。そういうことですね。そうですね、それはそうかもしれません。私も行ってあの直売所に行って、こんなにたくさんがあるのかと、でまた食べ比べて、こんなにいろんな味があるかと本当思ったんで、まあ、お客様に対して選ぶ楽しみとか、あの食べてからの楽しみすごくあるなと思って、そうですね、しっかり伝えていこうって本当に思いましたね。お客さんの方も、うん、あの酸があるやつが好きな人と、うんうんうん、酸が嫌いな人と、ずっといろんな方がありますから、ね、うんうんうん、品種によって好みが違いますね。なるほどなるほど。今のは発作が好きだという人もあります、うん、いらっしゃいますしね、うん、いや、それであのすいません、ちょっと聞きたかったのが、あのこの地区で美味しいみかんが育つ理由って何ですか？やっぱり暖流のせいでしょうね。暖流、対馬暖流というのがここに流れてきてる。それで冬場気温があまり下がらない、下がらない、はい、予想に比べてですね、はいはいはい、だから、まあ、ある意味無双地帯と言われるぐらいの、無双地帯、霜が降りない地帯、霜が降りない、言われるぐらいのところにみかんができる、うん、なるほど、バンカンが合ってるんですよ。バンカンが合ってる、バンカンが合ってるそうです。なるほど、だから甘くて美味しいみかんが育つってこと、バンカンが育つってことですね、うん、いや、この何ですかね、西日になるんですかね、西日と、あとその暖流っていうのはその風とかですよね。そうですね、対馬暖流、向こうから吹いてくる、海の気温が高いから、海の気温が高いから、海風で海の近くはそれほど気温が下がらないということで、バンカン類が、そういうことですね、冬場にもあの栄養を貯めていくと、いうことです。だからこの二条福井地区と、あと、ね、向こうのケア地区ですね、海沿いに、海沿いのこう何ですか、ね、山の斜面にいいんですか？そうですね、海岸から近い斜面に大
して柑橘が作られている。海岸から近い斜面に、作られているっていうことですね。なんで対馬暖流が流れて日が程よく当たって霜が降りない、これが最高の、条件ということですね。うん、あ、分かりました、ありがとうございます。日向夏と、すいません、これちょっと聞きたかったんですけど、日向夏と天夏の掛け合わせでできたのが春夏です、ね、春夏です。で、春夏はこの間の食べ比べでも話したけど、スポーツ飲料、これ石井さん の娘さんから聞いたその表現正しいなと思うんですけど、スポーツドリンクを濃くしたような味がするんですけど、本当にそうなんですよ。甘いですね、なんともこう表現しにくいんですけど、スポーツドリンクを濃くした味がするのが春夏。それが、天夏と日向夏の自然交配で生まれたのが春夏で、最初に見つけられたのが石井さんです。その石井さんに会ってますんで、でも最初見つけた時ってなんだこれはって感じですか。とにかく最初見つけた時はですね、どういう状況だったんですか。手入れ一つぐらいの苗木ですよ。あ、はいはい、だからこれぐらいの苗木からホギを取ってあの木についた。ほう。で、今出てるのはそのホギが大きい。これ、苗木は温州みかん。この苗木は温州みかんです。温州みかん。そしてここに型がありますね。ここに型があります。型があります。ここから上が春夏です。何ですかそれ。そういうことってあるんですか。ついでて、もう温州みかん、これ腹継ぎだったから温州みかんにこうやって進むでしょ。ほう。そして春夏が大きくなってきたら、ここから温州みかんを切る。はあ、そしたらこの春夏が温州みかんの木全体を巻いて春夏になる。そんなことあるんだ、知らなかった。すげえ。でもまずこれから始まりました。で、皆さんいろいろ春夏の生産者、ケアも春夏の生産者さんいらっしゃるんですけど、じゃあそれは石井さんから広めていったんですか。あ、もちろん。どういうふうに。で、私が広めたんじゃなくて、はるかの苗木を金沢の苗木屋さんで売るようにした。あ、向こうで作って売ってもらって、私が品種登録すると苗木1本に100円の特許料をもらって、でそれが苗木の生産で5万本ぐらい全国に。どうですか。だからもう柑橘産地全国に必ずはるかあります。それも石井さんの遥かなんですね。まあ、すごい人ですよ。この木から始まったんですよ。マジだ、マジか。多分そういうことって知らない人いっぱいいるかもしれない。糸島の誇りですね。もっともっと食べてもらいたいですね。こういうの、レンリ。え？レンリの。レンリ。間の間が繋がってるんですよ。なんでこうなってるんですか。たまたまこの枝が向こうに曲がったときにここで繋がってしまう。繋がったんですか。で、なんていうね。繋がる枝、連理の枝です。繋がる夫婦仲がいいというようなのを探すときに使います。じゃあなんかこう幸せな木なんですね、これは。幸せな木。いい話聞かせていただきました。また一段と美味しく柑橘が食べれるかもしれない。まあ、これはしっかり僕らもこう1年を通して糸島の美味しいものっていうのを広めていこうとしてるんですけど、いや柑橘はね、まあ、改めて、気づかされましたね。糸島の誇る柑橘類、これをしっかり全国に広めていきたいなというふうに思います。本当すいません、今日お忙しい中、はい、ありがとうございました。しっかり頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、はるかの海の親の石井さんに会ってきました。糸島のみかんの歴史、すごく勉強になりました。まあ、もっともっと、追求していろんなことを学んでいきたいと思います。じゃあまた、来週の糸島の旬もお楽しみに。馬場浩司でした。ありがとうございます。海きれい。